この20年以上続くデフレと経済の低迷、経済の縮小、これは皆さん、自由民主党と公明党との連立政権の経済政策の失敗です。皆さんのね、こんばんは。皆さんの、あなたの責任ではありません。もはやこれは個人の、私たち国民一人一人のね、個人の責任ではありません。この経済の縮小、デフレは一体何が原因で、その実情は何なん、その実情は何でしょうか。ざっくり、この20年、大企業の売上高は横ばいなんです。しかし設備投資は4割も減ってるんです。いや、減らしているんです。そして大企業の従業員の給与でさえ横ばいまたは1割減なんです。一般の皆さんの給料はね、もう半分ですよね。それが実情です。ややもすると半分以下のところもたくさん出てます。その中で株主の配当はなんと6倍にもなってるんです。この6倍もの株の配当を受け取っている株主の大半は海外の投資ファンドなんです。投資ファンドは目先の利益を求めて経営者に執拗にコストカットを要求、経営者をまた己の報酬と解雇を恐れて人件費、設備投資を削り、売上高を上げることが命題となっています。しかし売上を上げることができず、利益を絞り出しているのです。設備投資を削って、給与を削って、そして利益を上げて投資ファンドに払ってるんですよ。これでは大企業といえども従業員の給与は上がりません。結果、中小企業の従業員の皆さんも横ばいどころか下がりっぱなしです。皆さんご存知ですか？覚えておられますか？安倍晋三は第二次安倍政権発足の際、まずは最初に大企業の従業員の給与を上がるように施策を打つ。やがて大企業の従業員の所得は上がり、給与は上がり、ちょっと遅れるが中小企業の皆さんの給料もそれにつれて上がりますよ、こうおっしゃってましたよね。
今どうですか。上がるどころか安倍政権になってから所得はざっくり半分になってるんです。この状況の中で大企業に設備投資をさせると称し、法人税法人税 23.2% から優遇減税をし、実質法人税 12.5% になっているんです。ここで大企業の最大の悪は大企業ではなく投資ファンドなんです。株式売買益、配当益、分離課税 20% で一般の所得税より極めて低くなってるんです。ここでまずは消費税を廃止することはもちろんのことです。そして株式売買、益、配当益、この分離課税を現在の 20% から 50% にしなければダメです。そして法人税を現在の 23.2% から 50% にする、優遇減税を廃止する、そして所得税の最高税率を現在の 45% から 50% にする、税率を正さなければなりません。これで初めて私たち国民の一人一人の所得が上がるのです。そして企業も活性化するんです。